どうも、ねずっちです。ドラフト会議ね、ジャイアンツなんと育成6位で坂本勇人選手を指名しましたね。同姓同名ですよ。ねえ、まあ育成から今ね、主力になってくっていう選手も結構いますからね。いつの日か、ねえ、二人の坂本勇人がね、スタメン出場するという日をね、見てみたいなと思いますね。まあ、唐津市の出身ということでね、今ね、まあ、大スタート、ルーキーということでね、まあ、唐津だけあってね、まだ実力にも差がありますけどね、どんどん技術とかもね、佐賀だけに吸収してもらいたいななんてちょっと思いますね。ねえ、将来主力になってほしいですよ。ねえ、それでね、まあ、唐津市といったら唐津焼きが有名ですけどね、なんか入団した時にね、指名された時にですね、将来スターになるっていうのをね、唐津焼きだけに当時気になったなんてね、いうような感じになってほしいですよ。陶磁器だけにね、それだけの器だと思います。ねずっちです。では、また。